どうも、リュウです。今日はですね、ストレスの発散の仕方、2つ話したんですけど、ちょっと睡眠についての話っていうのは長くなりそうだったので分けて話をしますね。はい、前回の続きになりますので、興味のある方は前回のと合わせて見てみてください。それでは睡眠についての話をしていきます。それでは行ってみましょう。この感じですけど、3つ目はやはり睡眠です。もうこれは外せないですね。運動しっかりしました、自然と触れ合いました、食べ物変えましたってなったら睡眠ですよ。もうこれが一番いいし絶対できる方法です。で、国でもねガイドラインが出たりしてますけども、一応ですね、良質な睡眠の条件っていうのがあってですね、4つあるんです。皆さん、ちょっとチェックしてみてください。まずは寝つくまで30分以内ですかっていうことです。そう、寝つくまで30分以内ですか。次に起きる途中ね、中途覚醒は1回ですか、1回以内かどうか。でもう一つ、中途覚醒ですねした時に20分以内寝れますかっていうことです。そして4つ目が寝てる時間、例えば自分の1日例えば10時間寝たとしますと、そのうち2時間は車の中で寝て、あとの8時間は、ベッドで寝てますとか、要は寝てる時間が10時間あったうちに本来寝てる場所で、取れてる時間が8割以上かどうかっていうのが大事って言われてます。はい、なので僕なんかは、大体、6時間から5時間取れてるかな、まあ、5時間から7時間ぐらいの間で取れたらいいなと思ってるんですけど、大体5、6時間ですよ、取れて。で、まあ6時間としたら、6、8、8なんで、まあ480、まあ、計算できないけど、まあいいや。はい、なので睡眠ですね、要は寝床でちゃんと8割以上自分の本来寝る場所で寝てますかっていうことです。それをちょっと意識して、その4つともできてるっていう方は良質な睡眠できてますよっていうことです。で、ストレスですね、ストレスにとっていい睡眠っていうのはとりあえず7時間から9時間の間寝るっていうことと、この睡眠負債がたまるとストレスがたまってきます。脳が疲れていたり体が疲れてしまうので、基本的には7時間から9時間よりも少ない睡眠時間の方は昼寝をしてくださいって言います。これが睡眠負債を減らす方法って言われてます。睡眠をとるっていうのは何かっていうと、昼寝をするって何かっていうと、一番いいのは40分寝てくださいってことです。12時から1時の間かな、11時から1時の、あ、3時の間ですね。で、40分取る、この40分取るメリットってあるんですよ。研究でね、出てるんですけど、いろんな企業はね、今昼寝しましょうとかね、国を挙げてももうどんどん昼寝推奨していきましょうってなってきてるんですね。で、集中力上がるとかねって言われてるんですけど、40分寝る効果って実は集中力が、効果 100% 上がるっていう研究結果が出てるんです。びっくりしましたけど、ただ40分取るのなかなか難しいじゃないですか。なので少なくとも15分頑張ってくださいっていう風に書かれてます。15分です。僕も結構職場ではもう昼寝を取るようにしてます。なんでかっていうと、昼寝をすることでその午後の集中力ってグッと上がるんですね。それもコーヒースナップって言って、コーヒーをですね、起きる20分前に飲んでおいて、その間ちょっと睡眠とって、起きたらちょうどそこでカフェインが効いてくるっていうので、よりすっきりして動けるっていうのがあるので、そういうのをちょっと意識してやらせてもらったりしてます。睡眠がうまく取れない人はなるべく7時間から9時間取ってくださいってことです。で、取る睡眠の内容にもよりますけども、例えば僕無呼吸があるんですね。なので CPAP っていうのをつけてます。で、 CPAP をつけ出しても全然変わりました。なのでもし睡眠障害があるっていう方、いびきかいてるっていう方は、そういう専門医に相談して質をまず上げた方がいいです。あとは寝る前のスマホとかテレビとかですね、ああいうブルーライトは脳がですね、もうこの網膜から入るでしょ、そしたらセロトニン刺激して情報が入っていくじゃないですか。そしたらメラトニンっていうのは本来は出てくるんですけど、抑制しちゃうわけですよ。つまり脳はですね、興奮状態でずっといるんで寝れない、寝れてない状態なんです。なので
レムからノンレムに入るこの深い睡眠っていうのがほとんどなくって浅いまんまで脳はね寝てないよっていう状態になっちゃうんです。なので90分サイクルも崩れてしまうし、深い睡眠っていうのが取れてないので結局寝れてないよっていう状態が来ちゃうので、2時間前にはスマホとかテレビを見ないようにした方がいいですよって言われてます。これね結構今大変なんですけども、断食だと思ってください。もうまあやっぱ僕どうしても見てしまうんですけど、見る時間を減らすとかですね、本当はもう見ないようにして、テレビなんかこっちに見ないようにしてますから、もうなので今度はスマホを見ないようにするっていうのを1回でいいんでやってみてください。全然睡眠質変わりますよっていうことです。2時間ですね。でアルコールもできたら2時間前には飲まない方がいいって言われてます。寝ようとする2時間前よくないっていうのを言ってます。あとは夜トイレに起きるっていう方は睡眠の質下がってますよねって話なんで、睡眠ですね、夜にトイレに起きてしまうっていう方、厚生労働省が情報を出してくれたんですけども、厚生労働省じゃなかったか、ちょっと論文忘れましたけど、文献で見たのが、寝る6時間前にお風呂に入っておくと、結局夜にですね、いつも足に溜まってる水がですね、寝た時にこう全身に戻ってきて、そして、まあ、腎臓で処理されてまた出ちゃうっていう、それが夜中に起こっちゃうんで排泄を夜しちゃうみたいな。で寝る前に当然水分取りすぎるとそういうのがまた起こっちゃうんですけども、6時間前にお風呂に入っておくことで寝るまでの間にしっかりと排泄できるので、少なくとも排尿回数が減ります、排尿量が減りますよっていう結果が出てるんですね。それで睡眠の質が上がるっていうのは言われてますので、中途覚醒を2回以上してしまうっていう方でトイレに起きてしまうよっていう方は、ぜひ試してみてもいいんではないかなと思います。で睡眠の寝つきが悪いっていう方は睡眠儀式ですね、こうしてたら寝れたとか、こうしたら寝れるっていうこと、もしくはこうしたら良かったって思うことを思い出したりとかしてみてですね、またやってみる。で寝心地が悪いものを無理やりしても意味がないですから、自分が本当に寝やすいようにやってみてくださいと思います。睡眠に関してはですね、また僕はちょっと話す機会があるかもしれませんけど、今日はストレスについての話をしました。それでは睡眠についての話、整理しますね。睡眠で大事になるのはですね、良質な睡眠になってますかっていうチェックですね、4つ挙げました。30分以内に寝つけてますかっていうこと、そして中途覚醒は1回ですか、途中で起きたりは1回ですか、もし途中で起きても20分以内で寝れてますかっていうこと、そして寝床、いつも寝てる寝床で寝てる時間っていうのが自分の1日の睡眠時間の8割以上ですかって、この4つが満たされてるとあなたは良質な睡眠取れてますよって一応なりますっていうことです。そして気をつけてほしいことは、寝る前のスマホですね、テレビとかブルーライトですねが脳を刺激して、睡眠の質が落ちてしまうということがありますので、そういうのを避けてくださいっていう話と、無呼吸とかね、いびきかく方はぜひ、ブリーズライトとかね、鼻に入れるやつとかね、あと CPAP ですね、僕使ってますけど、そういうのを使って、睡眠の質を上げましょうということです。そしてアルコールですね、2時間以内には取らないようにしましょうということです。そしてもしできるなら、寝る前はなるべく明かりを消して暗くしてあげてください。そして、眠りにつきやすいような音ですね、アルファ波がいいって言われたりしてますけども、それはもう自由です、自分の好きなようにしてください。そして、ちょっと話は出してなかったと思うんですけど、僕はアロマっていうのを使ってます。ラベンダーですね、あれ睡眠にものすごく効果が高いって言われてる、副交感神経を少し活発にしてくれるって言われてますので、まあ、人それぞれ効果はね違うと思うんですけど、僕はそれですごく眠りの質が上がったかなという気はしてます。はい、そういう風にして時間をとってます。でもし7時間9時間取れないっていう方ですね、良質な睡眠も取れてるんだけど7時間9時間取れないよっていう人はですね、昼寝をしてくださいってことです。40分がベストです。集中力 100% 増えますよ。40分取れないっていう方は15分でいいです。もう最悪寝る時間ないよって方は1分でいいんで、目をつぶって、いやマインドフルネスですね、目をつぶって呼吸に集中して、自分が今どんな気持ちなのか、しんどいのか、ドクドクしてるのか、疲れてるとこないかな、痛いとこないかな、大丈夫だな、楽になったな、リラックスしてきたな、あ呼吸ゆっくりしてみよう、ゆっ
っくり吐いてっていう風に自分との会話を少しして、今の自分がどういう状態なのかっていうのを感じる時間をとってください。それだけでも睡眠と同様の効果があるっていう報告もありますので、何もしないよりはした方がいいですよということです。さあ今日の、話はですね、今回睡眠の話をしましたけども、なかなかね忙しい皆さん取る時間も少ないかもしれませんが、意識するだけで行動は必ず変わります。そして決めてください。コロ活に大事なのは決めることなんです。そしてすぐ行動することです。で、行動してどうだったかっていうのを振り返って、またどうするかを決めるだけなんですね。それを繰り返し繰り返すことで習慣化できます。健康であればあるほど自分のやりたいことはどんどんできます。まず自分がどういう風なパターンを取ってるのか、そして自分がどうありたいのかっていうのを考えながらですね、日々の生活を振り返ってみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画はこれで終わります。皆さんですね、ためになった、もしくはちょっとなんか面白かったなとか、なんか気になることあるなと思ったらコメントよろしくお願いします。そしてコメントよろしくお願いします。そしてチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いします。コロ活を広めていきましょう。それでは終わります。また。